はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。普段はコールオブデューティーという FPS ゲームを投稿している、ものなんですけども、今回は僕の筋トレ動画を上げたいと思います。全くゲームは出てきません果たして需要があるのかわかりませんけど、今までね、こう僕の1日のルーティン的な動画で筋トレを少し見せてたことあったんですけど、もう今回はね、もう筋トレ動画単体というね、筋トレ単体という動画になってます。で、また胸トレ動画なんですけど、一人でね、撮るとね、やっぱり背中トレとかね、撮りたいなと思ったんですけどね、こう、いいアングルで一人だと撮れなくて、どうしても。またちょっと今回胸トレになってしまいましたが、次なんかね、まあ、この動画、好評が多かったら、背中トレとかやるかもしれないです。で、今回やってる胸トレは、カネキンさんに教えてもらった胸トレをちょっと取り入れてます。で、これもメインセットなんですけど、なんか3秒かけて下ろして、で、1秒止めて、パッて上げるっていうやつなんですけど、めちゃくちゃこれがきつい。本当にきつい。3秒かけてっていうのがもう一番きついんだけど、その最後にその1秒下で止めるっていうのがね、もうものすごい厳しい。本当にきつい。で、まあ今までこの種目、まあスミスのインクライベンチャー、まあやってたんですけど、なんだろう、ここまでこうコントロールして下ろすっていうことをね、今までしてこなかったので、なんか重量をコントロールする、その扱える重量って本当にこういうことなんだなって思いましたね。なんか今までのトレーニングってこうやっぱ筋肉を休めちゃったりとかしてたんで、途中でね、こう力抜いたりとか、やっぱそういうの本当良くないなと思いましたね。で、普段こうダンベルプレス一種目目にこう置いたりしてるんですけど、まあ、今回はこのスミスでこう、まあ、パワーだね、パワーを出してます。で、これも何セット目かな、2セット目、まあ、各種目4セットやってるんですけど、これも3セット目か、もしかしたら最後ぐらいかもしれない、4セット目かもしれません。でもやっぱりね、後半やっぱ回数がなかなか、まあ今回は中回数、まあ、10回ぐらいを狙ってやってたんですけど、全然上がらなくなってきてちょっとさすがに最後はちょっと重量重すぎたなってなって、ちょっと落としました。もうほとんどもう力残ってません。なんか僕すごく一種目目にこう力を使い切ってしまう気がするんですけど、これはいいんでしょうかね、悪いんでしょうかね一種目目にフルパワーでやりすぎなんでしょうかね。はい、というわけで2種目目ダンベルプレスなんですけど、まあ、いつも1種目目とかにやってたんですけどね、さっきやった3秒かけて下ろすっていうインクラインのベンチプレスをやった後その重量設定が分からなくて、それをやった後にダンベルプレスをやるっていうのは初めてで、ちょっとね、重量が分からなかった重すぎたんです最初。いつもね34とかで最近やってたんですけど、28でやったけど重すぎてダメだって言って、結果的にどんどん落ちて24ぐらいになりましたこれはなんか、しかも24にしたんだけどね、もう全然下まで下ろせてないんですよね。なんかこう見るとなんか全然下ろせてないですね。なんかやっぱり動画で撮ってみると自分のフォームっていうのは全然良くなかったりしますね。そう、脳内ではやってる時は結構いいフォームでできてるようなイメージなんだけど、実際撮ってみると全然違ったりするんで、やっぱ動画撮るの大事だなって思いましたね。で、次、これは、まあケーブルのぐらい、なんか、ちょっとなんか引っかかってますね。大丈夫ですかね、あれね。ケーブルのフライを上部で、これはもうなんか20回ぐらいかな。で、その最後引けなくなったらもう体反動使っていいから上げろってカネキンさんに教えてもらったので、なんか最後気合で体使って上げて、で最後にディップスをやってます。あ、そう、今日腕トレもやるんですよ、この後。二頭をやりますね。ディップス、これがね、まあ最後自重でも、正直もう全然胸の力は残ってないんですけど、まあ自重で最後ディップスやるんですけどね、これがすごく気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。なんか動画で見ると結構あんまり下まで下げられてないような
感じに見えますけど、でも結構ね、体感はもうかなりギリギリまで下がってるイメージでしたね。でももっと下げた方がいいのかな。まあでも肩のね、前部分とか怪我したくないんで、まあその辺気遣いつつやってますね。まあ、ここはなんかあと気合ですね。これも4セットですね。で、最後2投2種目やります。まあ普通のバーベルのカール。これも今回も12回、10回、10回ぐらいかな。ね、なんかすごい顔してますね。こんな顔して僕トレーニングしてるんですかね。やばい、やばいですね、これね。ね、正直ね、今回ちょっと、ボリューム多すぎたかな、ちょっとやりすぎた感ありますね。まあでも1時間10分、20分、1時間10分ぐらいだったかな、合計。よいしょって。もうなんか、人殺すぐらいの顔してますね。やばいですね。まあ僕、筋トレ始めて2年ぐらいですか2年ぐらいなんですけど、ああ、それで次、インクラインのこれですね。カールですね。ダンベルカールですね。筋トレ始めて2、3、もう3年ぐらい経つか。最初の1年ぐらいはもう家、自宅で自重トレをやって、そっから、その後ね、ジムに通うようになったんですけどね、ちゃんとやり始めたのは本当ここ最近ですね。その重量とか回数とか種目とかなんかね、ちょっと記録したりとかして、なんかちゃんとやり始めたのは本当ここ最近ですね。それまではもうとにかく適当にやってましたね。もう重量もよくわからず、毎回とりあえずジムに行ってなんかいろんな種目をやってただけで、ここ最近だと本当ね、なんか扱える重量とかなんかその辺をしっかりして最近筋トレし始めましたね。で、これもなんか最後もう引けなくなったらもうなんかもうフォームとか気にせず気合でいけるとこまで行って終わりです。はい、というわけでお疲れ様でした。はい、もう全くゲーム関係のない今日は動画でしたけど、果たして需要があるのかわかりませんけども、まあ、もしよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。